ブリタニアアデルフィホテル、旧名アデルフィホテルは、イングランドのマージーサイド州リバプール、ラナーラプレイスにある。現在の建物は、この敷地に立つホテルとしては3代目であり、イングリッシュヘリテッジによって、重要文化財建築物のグレード2に指定されている。この建物を所有し、運営しているのは、ブリタニアホテルズである。このホテルには、 エンスイートの客室402室のほか、会議室、宴会場、ジムなどが備わっている。この場所で最初に建てられたホテルは、ホテル経営者だったジェームズ・ラドリーが1826年に建てたものであった。ホテルの敷地は、ラニラー・ガーデンズというリバプールで最初に公開された遊園地の跡地であった。最初のホテルは、百七十六年に別のホテルに建て替えられ、 その二代目のホテルは1892年にミッドランド鉄道に買収された。ミッドランド鉄道は1911年から1914年にかけて再び建て替えを行い、フランクア・トキンソンの設計による現在の建物が出来上がった。現ホテルの開業当時にはロンドン以外では最も豪華なホテルとされたという。20世紀初頭のリバプールは オーシャンライナーの主要な発着地であったため、アデルフィは北米への船旅に出る裕福な乗客たちが乗船の前に宿泊するホテルとして最も人気が高かった。タイタニックはリバプールを登録上の母校としながら、実際には一度も入港することはなかったが、現在のアデルフィホテルのセフトンスイートは、この不運な客船の一等喫煙ラウンジを正確に復元したものとなっている。 ホテルの宿泊客となった人々の中には、フランクリン・ルーズベルトや、ウィンストン・チャーチルら世界中の指導者も含まれていた。リバプール・エンパイア劇場に出演したフランク・シナトラや、ローレル・ハーリィ、ジュディ・ガーランド、そしてロイ・ロジャースとその相場トリガーも、このホテルに泊まった。映画、白い炎の女における描写とは異なり、実際のサージョック・デルブス・ブロートンは、 1942年12月5日にアデルフィホテルで自殺している。ホテルはポルトランド石を用いて建設されている。7階建ての建物の正面には11のベーがある。地上階の中央の3つのベーは円柱によって拡張され、玄関を成している。2階の窓は長部が半円形になっているが、その他の窓は長方形である。 中央の三つのベは5階と6階の部分で壁面が交代した形でバルコニーを成しており、イオニア式の円柱が設けられている。5、6階では同様の円柱が左右のそれぞれ外から2番目のベにも設けられている。7階の上にはバラスター付きのコーニスが設けられている。共用の部屋には円柱、大理石のパネル、角管付きのアーチなどが設けられている。 セントラルコートは天井部に照明が組み込まれ、ピンク色の大理石の不柱やガラスをはめ込んだ仕切り、両脇にあるレストランへのフレンチドアが配されている。その先にあるヒポスタイルホールには第二訂正様式の装飾と四本のイオニア式円柱が配されている。ジュール・ベルヌの小説、海底二万里の第一章発説には主人公のアロナックス教授は、 潜水艦の内装をアデルフィホテルのようだと表現するところがある。1981年のテレビシリーズブライズヘッドリビジティッドではアデルフィホテルのラウンジがオーシャンライナーの内部として撮影に使われた。1997年アデルフィホテルは英国放送協会が制作した8回連続のドキュメンタリーシリーズホテルの題材に取り上げられた。この いわゆるフライオンザ・ウォール、すなわち壁の生えの視点から捉えたドキュメンタリーは視聴者にホテルの日常的運営の舞台裏を見せるものであった。このシリーズでボイスオーバーを務めたのはホルティタワーズ・デマヌエルを演じたアンドリュー・ザックスであった。2010年11月、アデルフィホテルはリバプール市当局による衛生検査で厳しい評価を受け、改善がなされなければ、 強制的措置が取られると警告された。この結果、ホテルの総支配人はその地位を追われた。その後の再検査では、状況は大きく改善されたと報告された。ブリタニア・アデルフィホテルは、これまでにゴーストハンティング、つまり幽霊探しイベントの場所となったことも多く、各地からリバプールへやってくる、超常現象愛好家グループにとって、お気に入りの場所となっている。 ありがとうございます。